ライスボールはアメリカンフットボールの日本一のチームを決定する選手権試合。現在の大会正式名称はアメリカンフットボール日本選手権プルデンシャル生命杯大会ライスボールである。最多優勝はオービックシーガルズの計8回。もともとこの大会は1948年から学生オールスターの東西対抗戦として1月15日の 前後に行われてきたが、1983年度から、日本選手権として位置づけられ、学生代表と社会人代表が直接対決する、形となり、合わせて、毎年1月3日に開催されるように変更された。2019-20シーズンまでの選出方法は、以下の通り。試合会場は1990年度までは、国立霞ヶ丘競技場陸上競技場だが、 1991年度以降は東京ドームである。ライスボールの最優秀選手にはボールラッシュ杯が贈られる。大会名称のライスとは年末年始にかけて行われるアメリカのカレッジフットボールのボールゲームの名称が開催地の特産品の名が付いているのに倣って日本の主食である米の英名ライスを冠したものである。以前は社会人が 同好会的に活動していたため、なかなか練習量に勝る学生に勝つことができず、ラグビーその他ほとんどのスポーツと違い、学生チームの方が強いという奇妙な状態であったが、オンワードオークス、リクルートシーガルズなど、ある程度の練習時間を確保できるチームが出現し、次第に、他のスポーツ同様、社会人チームが、学生チームを上回るようになった。 1988から1990年度の日大三連覇以後、大学チームは1995年度の兄弟、その後も2001年度の関西学院大まで、社会人チームに勝てず、90年代を通じて、学連は、ライスボールを取れない、社、高学定といった評価がなされたが、立命館大の台頭などもあり、学生、社会人の力量は、 以前よりは喫抗する時期もあった。しかし、2009年を最後に、学生チームは10年ほど、社会人チームの後陣を廃している。前述の通り、練習量を確保できる上に、外国人選手の登録が、各チーム4人まで可能となり、スピードは過労じて互角に渡り合えるとしてもスキル、特にフィジカルでは、圧倒的に及ばなくなっており、 開催そのものへの意義を唱える者がいることもまた事実であり、日本アメリカンフットボール協会側からも開催存続を前提に、レギュレーションの見直しについて検討するコメントが言及されている。そのような中でも、未だ正月の風物詩として、学生はどこまでやれるのかと注目度は高い。当日には前座試合として、 フラッグフットボール日本選手権大会決勝戦が5座試合として女子タッチフットボールの全日本王座決定戦である桜ボールが行われていた2017年開催より前座第一試合として桜ボールが前座第二試合として関東中学生アメリカンフットボールオールスター戦が開催されることになった前述の通り近年の社会人チームと 学生チームの実力差が顕著になっていることから、2020年度をもって、現行方式での大会を終了することになった。2021年度以降については、X リーグ優勝決定戦など新方式での開催を検討している。そのような状況下、2021年1月30日、日本アメリカンフットボール協会の臨時理事会において、2021年度より、 対戦を見直し、大学生チームの出場を取りやめ、ライスボールの名称は継続しつつ、2022年1月3日に、社会人優勝決定戦を、アメリカンフットボール、日本選手権、ライスボールとして開催する旨が決議された。つまり、大学チームは、甲子園ボールまでとなる。テレビ中継は2010年度シーズンまで NHK、教育テレビ、2011年度シーズンより、 NHKBS1 で生中継されている。なお、NHK 以外の中継は一時、X リーグ中継局のスカイエーが録画中継を行ったこともあり、スカイエー中継を KBS 京都とテレビ埼玉がネットしたこともある。また1990年開催以後、東京ケーブルネットワーク制作を受けており、TCN の自主放送チャンネルでも放送されていたこともある。 ライスボールは第36回大会までは学生オールスターの東西対抗戦であり開催会はその時からのものを引き継いでいるここでは現在の大学代表 VS 社会人代表の形式となった第37回大会以降の成績について掲載する出場回数順成績の同じものは出場の古い順 チーム名の表記はすべて直近の出場時の名称に統一。ありがとうございます。